でしょうかね。あ、どうもアザラシです。今日もアーク実況をやっていこうかなと思うんですけども、拠点がね、こちらの方に拠点を作ってたんですけども、屋根が壊されております。破壊されておりますね。また襲われてしまいましたまた襲われてしまいました。一撃一発なのことか分かんないけど、1万の耐久の石の窓枠が、もう残り1217しかないというぐらいまで削り取られておりますね。もう見つかってるんで、この拠点をどうしようかというところです。あのアンキロサウルスでね、夜中にこっそり鉱石集めをして、ここで鉄のインゴットを作ろうとしてたんですけども、それがもう途中でね、パンパンって撃たれて2発で死んで、2発弾が当たって死んで、それで多分このアンキロサウルスの導線から、まあ、おそらくここに拠点があるということまで分かって殺されましたね。プテラノドンに乗ってる人でしたけどね。プテラ1匹すらプレイヤーテクニックの差で退けることができないと。でここ以外にも結構拠点を作ってはいたんですが、それもね、もう一つの拠点も見つかっちゃって、そこもめちゃくちゃにされましたね。はい、もうメンタルはボロボロですメンタル、もう一つ作った拠点っていうのは人間の足じゃ行くことができないような場所に作っていて、まあこれならまあ見つからんじゃろうって思っとったんですけど、まああっさりと見つかって、まあっ、お2匹残ってますね。アンキルまだ生きとるやん。アンキルまだ生きてますね。アンキルとブラゼルが残ってる。ちょっとブラゼルだけでもちょっと向かいにくいところに置いとこう。ブラゼルまたブラゼルってなるけど、アンキロとブラゼルとカズタカが残ってる。カズタカぐらいか。結構皆殺しですよ。ですよ。カズタカぐらいかな。あそこなんですよ。いけるかな。いけるか。こっちから見ればいいか。ね、犬とかに襲われても今死ぬ。生身なんでね。サソリとか死んでる。ケントロサウルス、ケントロサウルスは殺意が高い。やばいやばいやばい。ケントロサウルスはステゴサウルスじゃないんだ。あ、今回はね、フェイスリグを切っております。フェイスリグを切ってるのはね、重すぎて絵作りにならないので、今回はフェイスリグじゃなく左下の自負をね、すごく私のレトロバージョンでやってます。あそこですね、あそこにね、拠点を作ったんですね。でもね、あんな鉄骨丸出しじゃなくて、石で囲ってたんですけど、あんなとこにあるところが見つかって、襲撃されたということですね。ちょっと行ってみましょうか。今からでも。なんだっけ。ブラゼルか。ブラゼルがいたら行くことができるんで、ちょっと行ってみましょうか。いやー、あ、勝手に。あんなところにティラノサウルスでは、いや、かっこいいでしょ、あれは。あれはかっこいいですね。青い光を放ってる。ただまあ、戦って勝てる相手ではありません。あのティラノはどうすればいいんだ。めちゃくそ邪魔なんだが、
あ、いけそういけそういけそう。いけそういけそういけそう。いけたいけたいけた。ほいで、こう行って、あ、また落ちた。いけない。もう一回行きます。暗い。ここでガンマッチを上げましょう。ガンマッチを上げて暗さ対策をする。もうアーク基本テクニックみたいになってるね。でも夜の意味ないじゃんって思うけど、こうやって。さあ、戻って。参りました。拠点、元襲撃された第二の拠点。ここがまさか襲われると思ってない。あれ、鉄は壊れてないんか。鉄は壊れてなかったのかな。結局鉄は壊れずに、ああ、なるほど、石の部分が壊され尽くしたって感じなのかな。ラージメタルウォールが結構ダメージ受けてるな。なるほど。これは、この辺に多分なんか設置物置かれて、バーンって壊されたんでしょうね。あー、なるほどな。相手の目的がよくわからないな。例えば、あ、そうか。こういう収納ボックスの中は残っているわけですね。いらねえやと。とりあえず拠点を、お、な、何もない。何を盗み、鉄のインゴットも少し残ってますね。いやー、サーベルタイガーで応戦したんですけど、ね、全然歯が立たなかった。本当に、これで乗って、ガーって行ったけど、これじゃないよ、この子じゃないよ。行ったんだけど、掴まれてね、プテラで掴まれて、騎乗解除させられて、上空から落とされて自殺みたいな、それを繰り返し。ああ。ということで、ちょっとまた、この拠点も別のところに移さないといけないですね。バレた拠点はもう、長居するわけにはいかないんでね。親たちも死んだんだろうな。ここにたくさん、トラを育てて、トラ牧場にしたんですけども、やられました。悲しみしかない。こういう、あそこに寝袋がありますね。多分あの寝袋を多分敵さんが壊し、ついつけ、作ったんで、壊したら、あれが壊されたなってなるんだと思う。あの子は、角は得策ではないかもしれないなと思ったり。はい。アーク、厳しいですね、サバイバルは。